ここではバブルにおけるレスポンシブデザインの基本的な考え方について学んでいきましょう。この考え方をですね、捉えておくか置かないかで開発の効率が結構変わってくるのかなと思っております。私も初め結構混乱したという経緯がありましてですね、今回このようなお話をするというものになります。で、結論からお伝えします。バブルはですね、初めからレスポンシブになっているという認識をまず持っていただくのがですね、一番分かりやすい解釈になるのかなと思っております。これがどういうことなのか具体例を使って見ていきましょう。今ですね、空のページにレスポンシブデザインの考え方というですね、テキストデータを加えておりますが、ここにさらにですね、画像ではなくシェイプ、図形をですね、2つ加えていこうと思います。1つ目に関しましては、この変な、グレーをちょっと色変えまして青にします。さらに中にですね、改めて図形を入れていきましょう。こんな感じで、はい、2つ目の図形を入れていきます。濃い青にしましょうかね。こんな感じで作りました。で、ここでですね、これがレスポンシブとしてどのように表示されるのかという点について見ていこうと思いますが、レスポンシブとして動作を確認するためには、この UI ビルダーの右にあるレスポンシブというタブですね、こちらクリックしましょう。そうしますと、それぞれの幅においてですね、どのように表示されるのかということが確認することができます。今こちらをですね、1500ピクセルの場合にどう表示されるのかというところが示されておりまして、こちら右上をですね、クリックしながら縮めていくことによってですね、こうぐーっとどういう表示になるのかというところを確認することができます。で、まずはじめにこちら左に引っ張っていくと、この図形の大きさがですね、変わっているということがわかるかと思います。で、これ図形の幅をですね、こう厳密に、例えばこれ1000ピクセルとかって指定すると、こんな風にはならないですね。ならなくて、このまま長さが残っていくという形になってしまいますので、この時点でまずレスポンシブということもできますし、あとはですね、こちら縮めていくと、ぐーっと縮まっていくわけなんですが、ある程度のこう大きさになるとこう止まるということもですね、わかるかと思います。こう見ていくとですね、この辺で最後ですね、長さが止まったりして、ちゃんと調整してくれていると。厳密にはですね、この両サイドのマージンがちゃんと残るようにですね、こう幅が調整されていくという形になっていくんですが、まずそういった細かいところは置いておいて、こんな感じでですね、もうなんかレスポンシブになっているという前提でまず捉えていただければと思っております。で、ここからですね、じゃあどうやってレスポンシブに実際にしていくのかという点について、一点具体例を使って見ていこうと思いますが、例えばですね、今回、これ、レスポンシブにして、いろんな幅でですね、確認をしていたときに、問題なければそのままでいいんですが、例えば、こちらですね、このレスポンシブデザインの考え方という、この情報ですね、こちらがですね、もうなんか、狭くしていくと、もう縦長になってしまって、ちょっとよくわかんないということが、はい、実際これわかります。この場合に、ちょっとじゃあ変更していきましょうという形で、例えば今回今504ピクセルなわけなんですが、この504ピクセルの時に、こちらですね、504ピクセルよりも小さい場合は、こちらの表示をですね、少し変えていこうという形で変化をさせていって、レスポンシブに対応させていくというのがですね、一番しっくりくる形かと思います。で、これなんでこうなってるのかというと、カレントミニマムウィッツというのがですね、こちら173ピクセル、これ元の大きさの 20% ということで173ピクセルになってますが、こちらの大きさをですね、例えば最小の大きさをですね、30にしてみましょう。そうするとどうなるのかというと、はい、こんな感じでですね、必ず 30% 分の長さを維持するという形になりましたので、若干見栄えが良くなったということがわかるでしょうか。で、さらに細かい設定に関しましては、フォントの大きさ変えるとかいうのをですね、コンディショナル、条件をつけることによって設定することができるんですが、まずはこのようにですね、こう実際に動かしてみていって、あ、これなんか変だなと思ったときに、この中のですね、細かい条件を設定していって、そしてレスポンシブでもちゃんと表示されるような形を作っていくというのが、基本的な考え方となります。で、この考え方に基づいて、具体的にですね、どういった設定ができるのかという点につきましては、また別途動画をご準備してますので、そちらを見て学んでいただければと思います。